はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。これは驚き日蓮召集が2年遅れで、日蓮生誕800年慶祝登山会挙行を宣言ということで、これがですね、またこの信教の自由の侵害とかになり、あるいは過酷な登山会になるんじゃないかということで、検証をですね、やってみたいというふうに思います。はい。で、これがですね、まあ、どこに載ってるかっていうとですね、2022年12月号の大日蓮に、2022年11月1日付の通達が掲載されてるんですよ。はい。で、その通達なんですけどね、ここに載ってます。平成4年12月号の第1年ですね。はい。慶祝記念局11805、州内一般とか、令和4年11月1日。宗祖日蓮大聖人ご生誕800年慶祝記念局委員。ここのとこですね。ちょうどこの辺に載ってるんですよ。はい。宗祖日蓮大聖人ご生誕800年慶祝記念行事実施の件ということでね。はい。こういうふうにですね、載ってます。はい。で、これ何て書いてあるかというとですね。はい。2023年3月から12月に日蓮生誕800年慶祝記念総登山会実施を宣言。やりますよと。いうことですね。さらに2023年3月4日に僧侶と信者の代表者のみで日蓮生誕800年慶祝記念総会を行うということを宣言しちゃってるんですよ。で、これどこで行うかっていう、場所は書いてないんですけども、おそらくこれ退席時やるんじゃないかなと、思いますね。はい。で、もう一つポイントがあって、これね、この3月から12月の、慶祝記念総登山会は、すべて日帰り登山でやるって書いてあるんですよ。全部日帰りですよ、これ。ええ。そんなね、ことが書いてあるわけなんですよ。はい。それでね、まず第一に、日蓮生誕800年って、まあ、前々から言ってましたけども、この日蓮生誕800年に当たる年っていうのはですね、2021年なんですよ。日蓮っていうのは、1222年生まれなんですよね。で、この、生誕何百年とか何百回恩恵っていう数え方は、今の万年齢とかの数え方じゃなくて、昔の数え年の数え方でやるんですよね。数えていくんですよ。だから2021年になるんですよね。だから、他の日蓮宗とかの生誕800年、日蓮生誕800年の行事ってのはみんな2021年にやってるんですよ。はい。それをまあ、日蓮宗宗では2年遅れで実施すると。いうことになったわけですね。で、なんでこんな2年遅れでやるんだっていうことですけども、これは、コロナ禍を理由にして挙げてるわけですよね。はい。で、まあ、3月から12月にですね、その登山会をやるって言うんですけど、なんで3月から12月なんだと。なんで1月2月やらないのかっていうことなんですけど、これはね、おそらく、1月2月っていうのはですね、体積時がものすごい寒いんですよ。まあ、体積時自体は雪が降らないんですけども、まあ、近くにあの富士山がありますよね。で、日本海の方から、その風がですね、吹きつけてくるんですよ。富士山のところを越えてですね、体積時の方でブーッと吹きつけてくる。これでものすごく体積の周辺が寒くなるんですよね。はい。だから昔のですね、宗祖和合時代でも、2月は登山会をやってなかったんですよ。それくらい寒かったんですね。寒いからやんなかったんですよ。はい。だから1月2月今回やらないってのはおそらくその天候、気候の問題でやらないんじゃないかなと思いますよね。
じゃあ、なんでこのタイミングなのかと。なんで2023年2年遅れなのかということなんですけども、まず第一の理由がですね、体積で参拝者の減少、どんどん減っていくわけ、減っていってるわけですね。で、もう体積時の経済的困窮がいろいろ伝えられてるわけですよ。もう要するに、誤会費誤供養が入ってこないわけですよね。で、それが、まあ今、体積時の主要な収入源になってるわけですよ。ホスの主要な収入源になってるのに、それが入ってこない。それがしかもコロナ禍でほとんど登山参拝者がいなくなっちゃったわけですね。で、非常にこの経済的に背に腹は変えられない状況になっているということが一つ考えられますよね。で、もう2023年になると、まあ、日蓮宗主管長の林家日蓮法師が88歳になるんですよ。これ満年齢で88歳ですね。だからもう、日常保湿、最後の大行事になるんじゃないかと。この慶祝登山会なんですね。で、最後の大行事になって、もう年齢的にこれが終わった12月頃に、保湿を退任するんじゃないかというふうに言われてます。だから、もう2023年がもう限界、延期の限界に来てるということがあるわけですよね。これ以上もう延期できないと。もう背に腹は変えられない状況になってると。まあ、日蓮宗主のね、末寺の寺院の 住職とか信者さんからすればですね、早く日蓮法師に退任してほしいんじゃないですかね。まあ、こんだけもう折伏ノルマだ、供養ノルマだ、登山ノルマだなんてもう押し付けまくってきた人ですからね。もう早くもう日常ホスにはお辞めいただいて楽になりたいっていうのがどうも私は 住職、信者さんの本音なんじゃないかなって私は思って見てますけどね。それから2番目なんですけども、この2000生誕800年の記念 慶祝登山をやることによって、またこの登山ノルマが復活してですね、あれ、体積寺登山参拝に行けと言って、参拝信者集めを強行するんじゃないかと。そうするとまた過酷なノルマ地獄が信者さんに降って湧いてくるということになるんじゃないかなと思いますね。まあ、これもちょっと過酷で悲惨な話になると思います。まあ、ノルマの連続ですからね。もう最後は、なんか、慶祝登山会の登山ノルマで締めくくりたいんじゃないかと。まあ、そんな感じがしております。で、次はですね、またこの、さっきのその通達文なんかあるんですけども、この日蓮生誕800年慶祝記念総登山の全てが日帰り登山であるって言うんですよ。これ、全部日帰り登山でやるって言うんですよね。なんかおかしな話ですよね。なんでかっていうとね、その大聖寺登山参拝に来る人っていうのは、何もね、大聖寺近郊の人だけじゃないんですよ。まあ、関東の人もいるし、関西の人もいますよ。東北も北陸も、中国地方の人もいます。遠方では北海道とか四国、九州、沖縄、海外からの大聖寺参拝の信者が大石寺に登山にしてくるのに、なんで全て日帰り登山なのかと。これは不思議に思いますよね。だって泊まんないと参拝できないじゃないですか。だから、こういう遠方の参拝者っていうのは自分でホテルに探して、ホテルに泊まるともう言わんばかりじゃないでしょうか。だって、日帰り登山でやるって言うんだから、大石寺の宿坊には泊まれないわけだから。だから、遠方から来る人はですね、自分でホテル探すかなんかしないといけないわけでしょ。で、ホテルに泊まってくれと。そう、言わんばかりなんですよね、これ。そういうことになりませんか、大石寺さん。そうでしょ。じゃあ、なんで大石寺の宿坊に泊めないんですか。
体積にいっぱい宿坊があるわけですよね。泊まる施設があるのに、なんで泊めないんですか。しかもですね、宿坊に泊めないってことになると、じゃあなんで日蓮立正安国論750年記念事業で、体積の宿坊をもう次から次から改築したわけですよね。で、新しく建て直したわけですよね。もういっぱい建て直しましたよ。なんでそんなことしたんですか？と、先進じゃ止めないんだったら、そんなだって、宿坊を改築する必要もだってなかったんじゃないですかね。だから言ってることとやってることはおかしいと思うんですけどね。どう思います？これ。ということで、この登山会そのものがもうかなりもう非常識でですね、もう過酷な登山会になるんじゃないかと。もう遠方から来る人なんか悲惨なことになるんじゃないですかね。もうかなりの強行軍になると思いますよ。体積に止まらせてくれねえんだから。痛いですね。ほいで、日蓮立正安国論750年の時はもう、その古くなったから改築しなきゃいけないって、信者からお金集めて、で、全部建て直しちゃったんですよね。なんだかしな話ですよね、これ。はい。で、先ほど登山ノルマが復活するんじゃないかって話しましたけども、そもそもですね、寺院の参拝にノルマを課すこと自体がね、あまりにも非常識ですよね。どこが、そんなことやってるんですか？やってるとこってないと思うんだけどね。もう日蓮宗主だけじゃないですか。はい。で、しかも昨今の話題から言うとですね、まあ、やっぱりこの日蓮宗主の信者さんの中にもですね、体積寺の登山会には行きたくないとかですね、あるいは体積寺の参拝は天所登山、いわゆる個人の登山ですねで行きたいとか、あるいは、階段の大本堂の御開碑にはもう行きたくないという信者さんもいらっしゃるわけですよね。だから、ノルマを押し付けるってことになると、そういう人にもそれ、記念登山会に行けって話になって押し付けになるんですよ。事実上そうなるんですよ。ええ。それで、過去の、日蓮宗主が行った軽宿登山会とかですね、あるいは支部登山会、といったこの団体登山会に不参加の信者さんがですね、その松寺のお寺の窓口へ行って天照登山したいから天照発行してくださいって言うと、あんたその支部登山に行ってないから、あるいは軽宿登山に行ってないからってこと、天照の発行を拒否されたというクレームが仏教修学研究会に入ってるんですよ。これもおかしな話でね。だって行きたいっていうのに、だってなんで天照発行しないんですかね。もう、公然と拒否されたって言うんですよ。そういう住職がいるというクレームがですね、もういくつも入ってます。だからこれはね、確実にもう信教の自由の侵害ですよね。だって、個人でその天照登山に行きたいっていうふうに言ってるのに、拒否してるわけだから。だって、それは、信教の自由の侵害になるんじゃないですか？日蓮宗主さん。どうですか？どう思いますか？はい。ということで、今回ですね、日蓮宗主が2年遅れで、日蓮生誕800年軽宿登山会の挙行を宣言したということなんですけども、この内容についてはですね、もうかなりの問題があるんじゃないかということですね。もう、信教の自由侵害をしてる登山会なんて、まあ、ちょっと他州ではちょっと類例を見ないんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ、ノルマを押し付けとかですね。もう、ちょっと常識では考えられないようなことをやってるんじゃないかということですよね。はい。ということで、今回はですね、日蓮宗主の2年遅れの日蓮生誕800年軽宿登山会の内容についてですね、まあ、様々な問題があるんじゃないかということで検証をさせていただいた次第でございました。はい、ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。
またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。